はい、ということで、以上 の、 予備的な準備を踏まえて、4.2.1 節のハミルトン経理の定理に進みます。まず固有多項式、特性多項式と言いますけれども固有多項式の定義です。これは教科書です106ページの定義 4.1 なんですけれども、A をですね N 次正方行列とするときに、このような形での行列式で、で表される多項式ですね。これ実は多項式になります。どういう形かというと、単位行列の x 倍マイナス a っていう行列の行列式ですね。こういう形で定義される多項式を a の固有多項式もしくは特性多項式と呼びます。まずこの定義を、押さえておいてください。それからもう一つですね、トレースという言葉がありまして。これは見出しはないんですけれども教科書です107ページにあります。これは同じく A を N 次正方行列としたときにこの対角成分の和ですねこの対角成分の和を A のトレースと呼びましてこれを TR の A というふうに表します。で、この時ですねその固有多項式の性質っていうのがいくつかありましてこれをちょっと触れておきます。これは107ページの事実 4.2 というところにあるんですけれども、この教科書の事実 4.2 は文章の形で述べられているんですが、一応これ箇条書きしてみました。A を N 次の正方行列として、これ φ ですね、この記号 φ っていうんですけど、φa っていうのを A の、固有多項式としたときに、次が成り立つんですね。1点目は、φax、この A の固有多項式は N 次の多項式です。で2点目、この φax の主係数すなわち xn 乗の係数は1です。3点目、この φax の a の xn-1 乗の係数ですね n-1 の係数は a のトレースの -1 倍です。で4点目、この φax の定数項は a の行列式 ×-1 の n 乗です。まあ、これ以上の性質を持ちます。で一応そうですね、教科書に証明がありますのでざっと示していきたいと思うんですけれどもまず1番ですね1番は、この A の固有多項式は N 次の多項式であるという証明なんですが、まずこの A の固有多項式の定義式をこう眺めています。そうしますとこの行列式を計算したときに X の次数が最も大きくなるようなこの成分の組み合わせはどこかなっていうことを考えるんですね。そうすると対角成分にこの x- 何とかって x の一次式がこうずっと入ってきますからそうすると対角成分の積を取ればその成分の積が x の次数は最も大きいだろうということが指しがつくわけですね。なぜかというとそのどっか対角成分でないところを選んでしまう例えば1、2成分を選んでしまうとそのどっか2行目から N 行目で第1列を選ばなきゃなくって。そこは0次の多項式ですからどうしても次数が減ってしまうということになります。そうすると x に関する最高の次数を得たい場合にはこの対角成分の積を取るしかないということになってそうするとこの特性固有多項式の次数は高々 n であるということが分かります。でしかもこの時ですねこの対角成分の積を取る と、この各成分の x の係数は1ですからこの成分の積における xn 乗の係数もやっぱり1だなということが分かってこれでこう2番目の性質ですねこの主係数も1に等しいということが言えます。でさらに、じゃあ n-1 の日常の項っていうのは どこから、取ればいいかってことなんですけど、そうすると、対角成分からですねこの n-1 個 の、 成分の積を取ってくれば、x の n-1 の項は出てくるなっていうふうにこう分かるんですけど、そうするとですね、例えば、1行目から n-1 行目まで、この対角成分をざーっとこう x- なんとかってところを取ってくると、最後はもうこの n 行 n 列のこの成分を取るしかないんですね。ですので、x の n-1 乗の項っていうのも、やはりこの対角成分の積の表せる多項式の中に含まれているということが分かります。で、じゃあこの対角成分の積っていうのは x-a11 から x-a-nn の積でして、でこれ展開して、
x の n マイナス1乗の項を取ると、これ a のマイナス a の11からマイナス a の nn の和になりますから、これはあの a のトレースの和になるという形になります。で最後ですね、最後はこれは、どういう形だっけ、定数項ですね。定数項は、どうすればいいかっていうと、多項式の定数項っていうのはこの x にあの0を代入したときにあの得られますから、じゃ あ, あのこの定義式で x に0を代入しましょうと。そうするとあのこの x が全部0になります。 で残ったものは何かっていうと、この行列マイナス a っていう行列だけが残るわけですね。ですので定数項はマイナス a の行列式になります。でマイナス a の行列式が a の行列式かけるマイナス1の n 乗になるって書いてるんですが、これがなぜなるかっていうのは多分あのちょうどいい演習問題だと思いますので、皆さん各自で考えてみてください。ということで、まあこういう性質が示されます。ここまでよろしいでしょうか。はい、それではあのですね、ハミルトン経理の定理って、まあ、あのこの授業の中でも今回の中でも、まあ、メインのトピックの一つなんですけれども、このハミルトン経理の定理を紹介します。ハミルトン経理の定理ですね、あの教科書108ページの定理 4.1 なんですけれども、A を N 次正方行列としまして、それから、A の固有多項式をファイと置きます。でこの時に、この A の固有多項式に行列 A を代入すると、これはゼロ行列になりますよっていうのがハミルトン経理の定理です。でまずその例というのが教科書に紹介されておりますので、これも紹介しておきましょう。あの A をですね、3次の、まあ、こういう多項あの行列をします。でこれに対して A の固有多項式を計算すると、まあ、こういう形の多項式になるわけですね。でこの多項式の x に a を代入すると、まあ、こういう形になるんですけど、実はこれが、まあ、ゼロ行列に等しくなると。まあ、これがあのハミルトン経理の定理の例です。で、ここで、ちょっとですね、その、このハミルトン経理の定理の証明でちょっと使うので、あの多項式を成分とする行列の、あの4因子行列の計算の例っていうのをちょっと入れておきます。今、この A のですね、固有多項式がこういうあの多項式なんですけども、まあ、これに対してそのあこの、この行列ですね、この行列、XE3-A っていう行列に対して4因子をあの計算することができて、あと4因子行列も計算することができると。で、4因子行列はこういう形になりますということだけちょっと確認しておきます。でさらに、これ前回の授業で出てきたんですけども、あの4因子を使ってその逆行列、4因子行列を使ってですね、逆行列をあの表現することもできるっていうことをちょっと正面の中で使うので、一応ちょっと覚えておいてください。例えば A に A の4因子行列をかけると、その結果が単位行列かける A の行列式という形に等しくなりますよっていう性質があります。一応これらの性質をちょっと使いまして、あのハミルトン経理の定理を証明していきます。まずこの特性多項式で出てきた xen-a っていう行列のこの4因子行列を bx と置いておきます。でこちらの定理からですね、この4因子行列に元の行列をかけると、実はそのこれの行列式かける単位行列に等しくなりますということをこちらでやっておりました。でこれを当てはめるとこうなるんですけども、実はこの行列式っていうのはさっきほど定義しましたA の固有多項式になるので、こういう形になるわけですね。で、一方でこの行列のですね、ij 4因子、4因子っていうのは n-1 以下の多項式になります。というのは何でかっていうと、4因子を取ってますので、n-1 次の小行列を取ってるわけですね。そうすると、この x に関する多項式が1個減るので、この4因子は n-1 次以下の多項式になります。したがって、この4因子行列 bx の各成分も n-1 次以下の多項式になりますので、こんな形で、この、4因子行列をですね、こういう多項式で表しておきます。一方で、
A のこういう多項式をこういう形で表しておきますと、この関係式からですね、この関係式からこういった関係式を得ることができます。ここをですね、まず展開すると、こういった形の展開式になるんですけれども、これが実はその A のこういう多項式かける単位行列に等しいですので、それを展開するとこうなると。で、この2行目の各項の係数と3行目の各項の係数を X の J 乗の I 乗の係数を比較すると、こういう関係式が成り立っていると。で、これに基づいて A の特性多項式、こういう多項式の係数をですね、この4因子行列の係数を使って表すと、4因子行列の係数でこういうふうに現れるんですけども、よく見るとこの係数が順々にキャンセルするんですね。ごめんなさい、ここすみません、 B の N-1 これかけるこれ A ですね、これ A が抜けてたんで、ここ B の N-1 かける A の N 乗になって、この前にある A の N 乗と消し合います。で、同じようにしてこの隣り合う項同士でですね、キャンセルが全部起こって、最終的にゼロ行列が得られるという形になります。ちょっとこれゆっくり追っていかないとちょっと分かりにくいと思うので、一応各自で確認しておいてください。